だからそのためにね、先に戻るんですけど、要するに、上場企業にしちゃうと、で、そっちのルールにね、要するに従わなきゃいけなくなってくるんですよ。だから、上場しないで、私企業で、オーナーの社長がね、そうじゃないと。ね、自分たちの会社は、そんなコンプライアンスよりも、本当に三方よしの経営をね、していったらいいわけで、そんな変な規則とかに縛られずに、もっと大胆に、いろいろね、投資も、できる方でやろうと思うと、むしろ上場してると、まあ、監査法人の監査も受けなきゃならないし、それから SDGs とかね、それから、まあ、要するにどうでもいいね、ポリティカルコレクトにする、引っ張られるんですよ。しかし、これは罠なんですよ。そこ行っちゃったらダメと。やめた方がいいと。ただ、もうね、もう多国籍企業のごつになったとこはね、もう仕方ないけれどもね。普通のはもう全然上場する必要がないということを言ってるんですけれども、これね、要するに金融庁もそうだけど、要するに金融関係ね、証券会社も含め。で、これが一番実は、上場企業増えてくれて、やったら儲かる飯の種ですしね。で、これが別の理由で、やらすわけですよ。で、だから、株を、上げる話も、含めて、今度は何でした？ NISA とかなんとかやったしてきたけどね。あんなもん NISA なんかと本当は別にいらなくて、むしろ、昔もともと株高かったのは、銀行が株の持ちやってましたでしょ。で、これが日本の安定株主やるから、しょうもない乗っ取りもされないんですよ。だからそういうアクティビストが来るもクソもね、来れなかったんですよ。ただそれを、やったらダメな仕事になったでしょ？持ち合いを、銀行に。で、その結果、株が下がるんですよ。株も売らなきゃいけないし。で、その下がったところにそういうやつが入ってくるわけですよね。アクそのティ通ビりスでトみす。たいなね。その通りだでからす。結局ね、全部、日本が自分たち今まで築いたやつを、全部そういう人たちの、なんとか食い物にされてしまって。で、それをね、これどうなんですか？僕はずっとそういう話してるんですけども、本当に、この役人も、まあ、政治家も含めてね、そういうことを気がついてる人、ほとんどいないというか、本当に彼らは、このコンプライアンスがそういうね、世界のやってるルールに従わなきゃいけないんだと思い込んでるんですよね。僕ちょっとこれ、恐ろしいなと思うんですけれども、私のこれは偏見でしょうか。いや、私はまあ、いろんな国でね、会社の経営やってるから、思いますけど、これは、アメリカとかヨーロッパ、イギリス、こういった国々のルールのやり方、これは実体経済っていうものを作ったり、サービスを作ったりする、実業と金融経済だと。お金儲けという観点ではない、金融経済の方が手っ取り早いんですね。そうですよね。手っ取り早い。だから、金融経済の方に資源、優秀な人たちが入っていって、英国なんかはですね、今はダメになったけど、金融ビッグバンを通じて、どっちが早く儲かるのかっていうと、金融だと。そうなんでそうすすよると実ね。体経済がなくなってしまって、ものづくりはできない。だから、英国は今は行けば分かるけど、まあ、いるのはみんなリーダーはですね、金融関係ですよね。プライベートエクイティのマネージャーとか、投資銀行家ですとか、ベンチャーキャピタリストとか。またそれに携わる会計士だとかね、そういうグループ。だから英国の、総理もインド人ですけどね、あれも全部そういう金融のとこから上がってきた人ですよね、もで、そういう人たちのルールの中で、一番いい制度がアメリカ、ヨーロッパで、特にイギリス、アメリカで作られてるわけです。これを日本は入れる必要はないです。ないんだけど、どんどんそういう方向に、まあ、向こうとしてるでしょ。だから、ここをね、なんとか、もう、そろそろもう気がついてもらわんと困るんですけどね。僕ら盛んにそういうこと言ってんだけど、要するに、自民党の中でも、そういう金融関係の財政金融部会か、そ金融こら、調査会。調査会とかね、そういうところは、結構ね、そういう業界の人が、まあ私とかは来ませんけどね、多分、いろいろね、言ってるんですよ、国会のところに。だ金融から、ね、難しいのはね、そのじあの重力と同じでね、大きな、まあ、太陽と地球で引っ張られると、小さい質量とかね、大きいところに吸い取られるんでそうす。なんですよね。だからニューヨークだとか、ロンドンだとか、でかいのに対して、あまり小さな金融市場を東京とか大阪で作るとね、そこに集まった日本人の富全部取られますそうでかしらね。ょ。
いや、ほんでね、だから金融センターをね、日本にと作ってやるべきだと。で、中国が、ね、ちょっと今元気な間に、ね、日本で国際金融センターを作ってね、やるべきだと。ニューヨーク、ね、ロンドン、それからこっちにやるべきだと言ってるんだけど、そんなもんやる必要ないし、やってもね、ほとんどね、だって中国の方がもう大きなってるんですからね、それはあっち行きますよと。で、日本作ったらおもちゃにされて日本と取れるだけで絶対やめるべきだと思うんですけれどもね。何かね、まだ未だにやっぱりそういうあの金融センターを作るのがね、なんていうんですか、ブランド的なことを思ってるのか知らないけど、そういう思ってる人いるんですけど、それは日本にとってほとんど意味ないと思うんですけれどもね。まあ意味ないですね。だから日本はやっぱりその実体経済がもともと強いし、うん、そうなんですよ、実体経済のところで活躍する、うん、その DNA を持ってるから、そっちの強いところをもつもつ強くすると、そうなんですよ、ね、やった方がいいです。また、うん、香港とか中国が弱ってるうちにっていうけど、昨年度のニューマネーのね、うん、上場の金額ですけど、うん、香港市場単独で、うん、ナスダックプラスニューヨーク証券取引所の 1.5 倍ぐらいありますよ。あ、そうなんですか。だからもう潰れるどころか、アメリカよりでかくなってるわけですよ、うん、だからそんなのはね、データがあるんだけど、さっきも西田さん言われたように、はい、報道が偏ってるから、うん、そうなんです。中国、香港関係は悪い報道しか来ないんです。で、アメリカのさっきのね、物を盗んでるのつかまれて、悪い報道は来ないんですよ。うんうんうん、だから、日本人は、まあ、その報道をしっかりやっているグループは、一体どこが株主なのかって調べて分かりますけど、ね、そこの利益を代表するようなニュースしか来ないですよね。それと、あの原さんが大体サンフランシスコです。いつもおられるのはサンフランシスコが、まあ、アメリカ、アメリカの場合、ええ、それでね、ちょっとお聞きしたいのは、最後にもうあと10分ぐらいしかないんで、アメリカの大統領選挙ありますよね。で、これあのトランプが今共和党で候補者多分なるのかなとも思うんですけれども、で片方バイデンですか。で、これ、この先行き、どういうふうに思っておられます？まあ、この大統領とかと政治家のね、はい、選挙の結果の予測ほどわからないものはないですけども、うんうん、あの、はっきり言えることは、バイデン政権、民主党政権や、共和党の主流派と言われている、うん、まあ、前のブッシュ、うん、こういう人たちは、アメリカのトップではないですね。うん、要するに、財界人に命令される政治家ですよね。うん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 、でも、トランプはそうじゃない。うんうん、でトランプは、財界人の言うことも自分の利益のために聞くでしょうけども、うん、少なくとも、まあ、操り人形という立場ではないです。うん、だから、米国の先ほど落ちぶれた、うん、その没落した中間層の人たち、うん、まあ、アメリカというのはキリスト教の国ですけども、まあ、半数がプロテスタントで、うん、その 25% が福音派の、うん、伝統的なね、はい。で、こういう人たちは、その、アメリカに対する愛国心を持ってるんですよ、うんうん、で一方その富裕層はアメリカのパスポートは持ってるけど、うん、自分たちが儲かるんならどことでもやりたいから、なるほど、米国に対する愛国心がないですよね。なるほど、なるほど。だから私も先月アメリカを代表するあの企業グループと一緒に上海に行きましたけど、うん、そらアメリカの会社はみんな上海で、米国最大の銀行なんかですね、上海に1000名、うんうん、この後証券会社買収したし、うん、香港拠点だから4000名の人員を誇るっていう、だから日本のニュースで米中関係が対立してるなんていうふうに言ってるけども、実際にはそうじゃない。そういうことね。例えばシフィフスなんていうハイテクのアメリカの知財が中国に入っていくこと自体を禁止している、そういった規則法律も国国みたいなのがあるんですけども、うん、これもですね、まあ人工知能の一番優れた会社群が中国の国営企業の合弁を作ろうとしてるとかね、うん、こういうのをバイデンは止めないですからね、うん、だからまあなんていうかね、我々日本人が知っている本当の動きと実際に動いてるその動きっていうのはだいぶ乖離があるというふうに私は感じます。なるほど。だからまあ大統領選挙の方に言うと、まあ民主党がなろうが共和党がなろうがトランプがなろうが日本にとっては脅威ですけど、うん、誰がなってもね、うん、気をつけないと、アメリカと中国の、うん、に対しては、そういうことですね。だから金融でもうつながっちゃってるから、うん、アメリカと中国っていうのはまあある種一体的なんですよね。お金好きな者同士ですもんね、大体。まあ両方とも覇権国だから、今はその利益の分取りの
その合意ができてないからね、ウイグル問題なんだかんだ出ますけど、うんうん、合意が出たの途端にもう中国問題ない、なくなりましたね、彼らにとってはね。なるほどね。だから米国の方は国というよりも、だから 国というよりも企業というか、要するにその国、国家を超えた、要するにあの、まあ、利益で動く人が中国にもアメリカにも、あの一番トップはそういう人が牛耳ってるという感じですか。まあ、特にアメリカはね。アメリカはね、うん、で中国の方はトップは共産党ですから、うんうん、まあそうですよね。でこの人たちは、まあ、どちらかというと、うん、中国の国益を考える人ですよね、うん、アメリカの国益は別に考えてない。まあそうですよね。でアメリカのトップは中国であろうがアメリカであろうがヨーロッパであろうがインドであろうが自分たちが儲かるのはどこでもいいって言うの、うん、だからそういう人たちが多国間で自分たちの利益を最大化するために多国間貿易連合等々の仕組みを作ってるわけですね、うん、要するに人の移動だとか、うんうん、資金の移動だとか、うん、資材の移動ですとか、こうしたものを自分に有利にするような形で作り上げてるのが EU だとか、うん、その他 TPP だとか、うん、そういうものですから、まあ、日本は実体経済がしっかりできるような、うん、まあ、最近でいうと RCEP みたいなね、うんうんうん、金融が下手くそな国ばっかり集まってる15国、しかし規模は EU プラス TPP よりでかいでしょ。そうですね。こういったところのルールメイキングを日本がやれば、あ、例えば日本の会社法っていうものを実体経済にふさわしいもので昔あったんですが、うんうん、今金融経済の方に、うん、そうなんですよね、あの優しい会社法体系になったのをもう一回元に戻して、うんうん、っていうかもっと進化させて、うん、実体経済を守れるような会社法に改正し、うん、そしてそのルールをタイだとかマレーシアだとかインドネシアだとかの国々にも一緒にやろうじゃないかと、うん、と日本の法体系でアジアが動くでしょ、うんうん、そうすると外国人弁護士がいらなくなるんですよ、まあ、そうですよね。そうやって日本の中堅企業中小企業が世界に出ていって商売しやすくすると、うん、平均年齢がインドとかインドネシアが20代とか30代とか若いですから、でそこにですね日本が商売しやすいような仕組みをね、うん、日本の得意な金融じゃなくて実体経済、うん、ものづくりの方で進化させていく政策を日本政府が取れば、うん、これは日本はものすごい伸びますよ。そうですね。じゃあそういう発想がねないんだな。だから金融の方が手っ取り早く儲かるんでそっちの方にね行きたがる人が多いんですよ。ところがそうなんだけど日本人はあんまり、要するに国民性として好きじゃないんですよそっち。うん、結局やっぱりね、物を作ってみんなと一生懸命、頑張って長期的な目標を一緒に達成感、を得るというの方が喜ぶ人がね、要するに物作り、これ米作りから来てると思いますけれどもね、そういうなんかもう どうしても日本人のそういう一番大事な価値観でそちらにあると思うんですけども、まあ、それを目指すのが、まあ、元に戻りますけど結局公益資本主義に通じてくると思うんですけれどもね。そうですね。公益資本主義ってのはあの日本人の伝統ね、例えば先ほど、うん、何のために働くかというと、そうそうそう、米国人はね自分のためなんですけど、あ、日本人は、ね、自分のためって働けって言われても、ね、なんかやる気で起きない。そうそうそう、みんなのため、うん、そうそう、会社の社員のため、うん、家族のためって言われるとね、えらい力出るんです日本人ってね、うんうん、ですからそういうふうなところに成果主義っていうふうに言ったってね、うんうん、自分の成果を上げるために一生懸命やろうと思わないです。そうそうそう、だからこういうふうなんです。だからねそういうことを言うとね、日本ではねちょっと恥ずかしいなと思ったのに、この頃ね恥知らずが増えたからね、恥ずかしいもなくどんどんね成果主義っていうか、いやこんだけ儲かったら当然、俺がこんだけと当然だみたいなね人がちょっと増えちゃいましたよね。ちょっと本当にこれが情けないところなんですよね。でもまあ大体そういう人は、まあ、日本人みんな分かってますから、陰ではあんなん大したことないと、と悪口陰で言ってると思うんですけれどもね。まあそれに本人もね、その一代で、あの、この数年間の影響でね、そういうふうに見せてもね、日本の伝統等々で、本人もね、楽しいと思ってないと思いますよ。だからやっぱりね、本当ね、あ、みんなを豊かにした方がね俺も幸せだと思う。そうですよね、いうふうに日本人は思うと思う。そうですよね。そういうカルチャーって、うん、とてもいいカルチャーだから、うん、世界に広げたらいいんです。そうですよね、うん、だから米国の成果主義じゃなくて、うん、日本のみんなのために働くんだっていうね、うん、考え方を世界に輸出すると。そうですね。だからやっぱり それも含めて、ちょっとね、戦後のね、負け犬根性というかね、
トラウマを日本人が払拭して、もう一度何のために日本というのはね、生まれてきたんだと。日本人が一番大事なのを持っている何かという、そこをやっぱり、もう一度見つめ直すべき時が本当にもう来てるんだなと思いますね。で、まだまだ話したいんですけれども、これから原さんは、官邸の方に行かれますんで、総理にはあれですけど、ぜひ、どっかもう一度ね、昔は総理とはいろいろお話できる機会もあったんですけれども、しっかりと公益資本主義を、岸田内閣でもやっていただくように、私もまた、総理のところに行ってお話したいと思いますけど、いろいろまだ知恵をお貸しください。公益資本主義はね、株主の人にとっても、結果的にいいんですよね。一番儲かるんです。そうなんですよね。結果としてね。そう。そして、株主もね、自分だけ儲けて、他はどうでもいいやというような外人だけど、そう。日本人の株主はね、そうは思わないですよ。そうですよね。で、自分も本当に儲かって、みんなも豊かにできるっていうのを日本人の人は。ただ、それで思い出したけど、もうちょっと時間があるんだけど、要するに、株、日本人のね、株を3割外国人でしょ、今。うん、で、ここがまた問題なんですよ。要するに、日本人の富を外国人がどんどんね、吸い上げちゃう仕組みになっちゃっててね。これちょっとね、本当に何のためにやってるんだという話で、ここも含めたちょっと大きな見直しをしないかんと思いますね。だから株価が上がってもね、日本人で個人で株を持ってきただけ、人口の 9% です。ああ、そんなもんですか。30代の人は 5% です。ああ、でしょ。まあそれでまあ NISA でもうちょっと増やそうということは分からない。NISA で持ったってね、たかだか数百万円とか100万円とか持ってるのをね、資産倍増とか言って100万円を200万円にする。でも大したことないわけですよ。それより日本人の平均給与を倍にするのがはるかに大きい。それはそうですよね。で、資産倍増なんてやると100億の人は200億になるわけでしょ。あれ大体ね、それも、もともと所得倍増言ってたんだから、岸田さんは。ちなみにね、資産所得倍増になっちゃってるわけでしょ。ちょっと、どうなってんだと思うんだけど、ちょっと岸田さんにそのことも。ちょっと文句言います。だから、それは今回ね、例えばコーポレートガバナンスコードの中に、今、東証がおっしゃっている、PPS1.0 倍以下の自社株をするような風潮に今なってますよね。で、自社株をすれば、それと同じ割合でね、ボーナスも上げるっていうルールを作ったらいいんです。やるんだったら、自社株するんだったら、社中分配を やってやりなさいと。その通りです。それはそうですな。そうするとね、あれだけ条件をね。儲かってる会社で、内部留保のある会社は、給与倍増はそんな難しくないです。それはそうですね。だからそういうふうにして、給料増やしたらみんな使うから、先ほど西野さんが言われたように、おっしゃるとおり、そうなんですよ。消費が集まるし。そうなんですよ。そういうね、量の循環を作っていく、そういうことなんですよね。流れを。金融庁や財務省の人もやりたいと思ってるはずだから、作ってほしいですね。わかりました。それをまたやりますんで、またいろいろお伺いしてください。はい、どうもありがとうございました。